本の国を守るため、アジアも一生懸命努力されたと聞いております。日露戦争を勝利に導いた人、日本国にとってものすごく偉大なる軍人だったんでしょうかね。一番私は外交官として彼を尊敬しているのは、日露戦争の時に彼はすごくこう重要な役割を演じられた。今回ここに明石元次郎第7代台湾総督の碑を建てるということになっています。1年以上前から準備してますから、実際にこうやって動き始めたって嬉しいですね。もうワクワクドキドキですよ。最高の石です。あ、石、日本一の石ができる。形がいいんですね、横から見ても。ロシアの人口は1億3000万だが、この中にはポーランド、フィンランド、コーカサス、バルト海沿岸、アルメニアなどがあって、決して一枚岩ではない。